さあ、キングオブコント準々決勝で、敗退しまして、いやー悔しいなっていう話を、今日木下に、撮ろうやって言って、でも今日すぐ公開しようやって言って、そしたら木下が、いや事務所でやろう言うてんのに、ちょっとホルモン屋さんに来てって言って、かたくなに事務所来ないよね。で、いやそもそもなんかめっちゃ落ち込んでたもんね、木下。落ち込んでますね。いや落ち込んでるよ、俺も落ち込んでるけど、くそーっていうのあるけど、いやめちゃくちゃ思ってた以上に答えてるみたいではあってんけど、どこ？こっち？あ、ここね。ここ亀戸ホルモン。こんにちは、すみません、大丈夫です。30年間くらいおといて。おお。何してんの？あ、3人で来た。何してんの？普段飯。え？飯食うた。飯食ったというか、まあ、まだ飯の感じではないから。あ、ほんま？だってまだ。飲む？いやいや、飲まへんのよ。飲む？飲む？何してんの？あかんかったな。あかんかったな。無理してない。いやいや、無理してない。無理してない。無理してないよ。いや、事務所で、鍵忘れたのよ。どう言うてんのに。鍵忘れてから。いや、ホルモン屋へ来てくれ。そう、うん、もうちょっと語ろうと思って妹と例の件について。これお店大丈夫か。はい、もう言ってますし、音楽も落としてもらって。ああ、なるほど。はい、協力的に、うんうん、例のことでしょみたいなことですよ。うん、いやそんな世間知らんわ。え、なんでなんでなんで。こんなんちゃう。え、いやいや、ちゃうかった。いや、なんかな、しんみりならんとこうとしてる感じが俺泣きそうやねんけど。アホなことを言うな。え、そういうことじゃん。いやいや、もう俺の日常や、日常。あんまり日常一人で本物屋さんで一人飲みせえへんやん。いやいや。いやいや、こんなんや、俺も一人身やし、今8年付き合った彼女もいないし、もう仕事もないし。もう仕事しすぎたやろ、なんか。一回止めるか、これ。いや、全然全然、もう俺のなんか生活ライフライフライフになっていい。映してもらって全然。いや、まあまあなん。いや、だからちょっとこの動画の立て筋がさ、うん、なんかまあ言うたら密着みたいな、うん、で最後俺のリアクションも撮ったりして、うん、ちょっとこう一日経っての俺の今の気持ちかな、これが。ああ、なるほどね。そう、もうリアルな、うん、だからこう落ち込んだよ。落ち込んだよ。俺も落ち込んだよ。泣いてた顔、泣いてたみたいな顔なってんだよ。昨日はないで。そりゃそうやろ。だからこそこの反動でもう俺ちょっと前進もうと思って。そう、前進まなあかんのよ。そうで、今までこの YouTube でキングオブコント優勝を目指してって言って、それでだから応援しようっていう人もたくさんいて、それなんやそれっていう気持ちにさせてしまってる。 それは申し訳ないなと思います、うん、本当に、うん。で、ただ俺たちが言えるのはまた、優勝するまで頑張るしかないっていう、それ同じやろ。もうね、優勝というより、うん、なんかおもろいもん作ろうやって気持ちになったから、より、うん、おもろいネタ、まあ、もちろん優勝に、うん、後に点はつながっていくと思うし、うん、まあ、前までの俺らのね、うん、ちょっと11年出てなかった時に、ことで1回、2回ぐらい話したことあるんだけど、うん、やっぱおもろいネタ作ったらチャレンジしようやみたいな、うん、多分チャレンジするためにおもろいネタ作るんじゃなく、うん、おもろいネタを作った時に、うん、いいものができたらチャレンジするにした方が、うん、なんかこう肩意地張らんし、うん、本来の俺らで折れるような気がすんねん、うん。
なんか、今回、47都道府県回って、感じたことが、ちょっとこう、キングオブコントに向けすぎた。まあまあ、そのために。そのためにやったんやけど、なんかちょっとこう、キングオブコント集がちょっと強すぎたような気がするんで、TKO。俺のこの今回の昨日、今日の感想やで。それよりももっとちゃんとおもろいものを追いかけたら、おのずとキングオブコントにチャレンジするネタができるんではないかな、はい、っていう感じかな、ちょっと逆になったというか、もう考え方を。なるほど。ちょっとこうキングオブコント意識しすぎた1年間やった、まあ、そのためやったし、それであかんかったんだけど、あかんかった理由を考えた時に何個かあるうちの1個がそれなんかな。はいはいはい。いやまあ俺が悔しいのは、でもなんか大好きなネタができて、それやるときツアーでもめっちゃ、あ、このネタ今からやるんやっていう楽しさがあって、自信持ってやって、で受けて、でそれでな敗退したからさ、それやっぱり悔しいわけよね。あ、俺らの感覚甘なってたなって、ね、もっと受けてた人がもっといっぱいいたってことやから、そこは悔しいな。だから、まあ、結果一緒かもしれん。あのとにかくもっと爆笑取れるネタじゃないとあかんねんだからね。ほんで、これはカメラの前で言うことじゃないかもしれんけど、もうあえて言うのかな、ちょっと気をてらってたと、いわゆるこの5分という尺の中でキャラ作って、やっぱなたよっていうあのキャラがずっと俺らの中にあって、次のあの爆発的なキャラなんやろうとかっていうのもありすぎたし、なんか俺が審査員やった時も考えたら、あれこれ1年目のコンビがやってもある程度受けるネタやってもてないっていう、お前ら50代で長寿を起こして満を持して11年ぶりに出てきて、どんなネタやんねやろってグッと腰据えて見たわ。審査員の大人、いわゆる笑いに超えた人たちは、おっとおもろいかもしれんし受けるかもしれんけど、これ1年目、まあ、5年目ある程度芝居できる5年目の人たちがやっても受けるネタ持ってきたなって思われたような気がする。それやったらもっとキングオブコントに寄せたネタ、まあ、何のネタやったかっていうのも言えてないから、はてなやけど、俺らには分かる話で、もっとこう等身大でもないけど、50代のおっさんがこう演じて、ほんまの、でそれはちょっと分からへんけど、もっとこう広い視野で、もっと TKO、それが俺の中でキングオブコント寄せすぎっていう言葉になんねんけど、まあだからもっとリアリティのあるキャラクターでな、それは俺も思ってる。ファンタジーやったし、それはやっぱりこう調子のええ時に見せれた仲よと、今の俺らが見せる仲よは多分違うと思う。まあそこから年も取ってるし、年も取ってるし、ほんで何見せてくれるので、え、それそこ来たって思われるずっこけ感はちょっとあったと思います、俺だから俺も好きなネタやし成長させてたけど、次もし挑むっていうモチベーションで1年間生きるなら、もっと等身大でリアリティのある面白コントでいいかな、まあすごく同じ感覚やわ、それは思いました。なんかまあ一歩間違ったらキャラで逃げようとしてるように見える、コント、そんなつもりじゃないんだけどな、っていうところが見える、ほんで俺がその答えが出た時に、もうええわと思って、もう前向いて、そのずっと何でやらあのおもろいのに審査員あるっちゃうかとか、出たら盛り上がるってとか、もういろんな、もう自分の言うことばっかり思ってたけど、昨日はね、でも1日経って多分こうかな、一番大きな時期や、まあだからよりネタをやる回数は増やしていかなあかんな、でもとにかくな、
うん、それ思いまして、まあだからある意味なんかあかんねんけど、こんな言い方あかんねんけど、思い出した感じ、改めてこうあの舞台立って予選受けて、なんかあっそうやなって、あらもう一回思い出したとかあったね、うん、でやっぱこう、うん、本気でやってきた1年間、うん、この年で、うん、なんか本来の勝利なんてあったらあかんねんけど、あったことによって、うん、こんな気持ちになれるなんてなかったもん、ね、うん、なかった、もちろん木本なんてコントできへん状況まで落ちったから、うん、そこが立ち上がってもう一回悔しがってる今の、うん、この感情って、うん、忘れたらあかんし、すごい財産やなと思うので、うん、今の52歳の芸人さんもっと幸せでいるんやと思うねんけど、うん、この感情ってどこまで熱いんやろって思うと、俺ら幸せなのかなと思う、そう思えるようになったからよかったなっていう、チャレンジする気持ちをもう一回取り戻してね、そう、本来しなくていいんやろうけど、しょうがないな、しなくていいところに行っとくのが本来目標やったはずやねんけど、もう今そんなないわ、うん、とにかくあのステージでまたネタやって TV おもろいなって言われるように頑張りたいなっていう表明ですよね。1年目復活して1年目やったからな、うん、まあ47都道府県やったとはいえ、やっぱり俺もそこはちょっと47都道府県向きのネタでもあったかもしれないし、うん、多分東京ファイブデイズ1000人パンパンやったらまた違うネタになってたかもしれないし、いろいろ考えたんですけど、まあこれもだからやってみて分かったことですからね、うん、はい、ね、どうもや、2本目取ろうや、こっから1時間飲んでとりあえず玉ねぎ食べや肉残しといて、俺もに次も頼んでるから、昨日号泣したみたいな顔になってない、号泣した、号泣したみたいな顔になってる、めっちゃ悔しかったし申し訳なかった、俺らついてきてよかったなって思わしたかったよな、それが一番悔しい、うん、PK 応援しすぎてよかった、終わったなって、でもそれが悔しい、周りからもいじられたりもしたやろし、うん、応援してくれた人はなんで PK 応援するの、そうそうそう、うちの家族もやし友達もやし全員にそれを思わしたかった、でもまあしゃあない、これあのね歯医者の便になりますけど、うん、まだ応援しても応援しがいのある活動していくんで、それしか言えない、うん、ね、今ね頑張りますしかね、よりおもろいネタ作ろうと思ったよな、そう、うん、まあおもろいネタやったよ、うん、おもろいネタやったけどありましたんでね、うん、2024は終わったと、終わりました、まあ、河合さんの言い方腹立たへんかったな、2024っていうよ、俺もう受かったよと思って、はい、大変です。はい、大変。カメラ回ってると思ったんで、ちょっとだけ、ちょっとだけ回っとったね。顔映ってほしいなと思ったんで。なるほどね。あ、緊張してる感じの、はいはい。演出してるんだよね。でもまあ、真っ白だったというか。ああ。真っ白だった。まあまあ、それも久しぶりやった。はい、ああ。まあまた頑張りましょう。とりあえず、来週の打ち合わせなしで。うん、そうやな、やることない一旦やることないしね、だから他にやらないこと、あれけど、俺見てから伝えるまでのちょっとの間ですけど、めっちゃ嫌な時間っすよ、確かに一回電話したら出えへんし、カメラ回ってなかったし、あ、まだ回ってなかったね、はいはい、いやまあ終わりましょう、まあ引き続き頑張ります、はい、頑張ります、はい、じゃあ飲むか、うん、飲むよどうもありがとう、終わった、待ってたよ、ずっと待ってたんだから、はい、この度はご愁傷様です、待てそっか、何やその顔、クラウドファンディング始めました、始めました、47都道府県コントツアー、はい、回る TKO の活動資金をぜひご支援ください、はい、お願いします、詳しくは概要欄で、お願いします、お願いします。
美味しい話なんてこの世にはない、角川さんから出版しております。この本はあんなことがありこんなことになってしまい、今必死にもがきながらも絶対這い上がってやろうと前を向いて頑張っている私 TKO、 そして TKO 木本武宏のことを思いの丈を全部書き込んだ本です。アドバイスをしようとしている本ではありません。一緒に頑張りませんかっていう本です。ぜひ皆さん読んでください。